ヤッホーアイミだよ。フリピでーす。イエイ。はい、今日は私の化粧をアイミちゃんにやっていきたいと思います。イエーイ。私の化粧をアイミちゃんにしてからスコーピオンもパラパラもせっかくなので踊っちゃいたいと思います。めっちゃ練習してきました。ありがとうございます。じゃあそれでは化粧の方早速やっていきたいと思います。 GO。それではお化粧を落としていただいたので始めていきたいと思います。お肌系は私爪が長いので自分でちょっとお願いしてもいいですか。はい。2人は結構仲いいの？前から3年ぐらい前ですね。中1ぐらいか。会った時に暑い最近小6だったっていうので、えみたいな。かなりやばいよね。さあ次、最近私はちょっとファンデーション混ぜるのめんどくさくてクッションファンデをこの上にやっちゃってます。このクッションファンデはレブロンのクッションファンデで、色は一番濃いやつです。だってめっちゃ真っ白になってるんだけど。そうよ、めっちゃいつも絵でも真っ白だよ。全体的にこれを塗り終われればいいんだけど、最初ここだけとかなっちゃうじゃん。あ、色激しいかも。アイメイクをするときに使うのがこれです。キラキラの方がエクセルなんで、アイシャドウベースもエクセルに変えてみました。結構クリーム系なんだよね。あ、しかも超伸びる。1回でこれいける。ベースこんな感じです。白、そう、白なの。そしたらチラチラを塗っていきます。いい感じです。じゃあ次、二重幅のアイシャドウ塗っていきます。二重幅のアイシャドウも変わってないです。今のポイント、二重幅より濃いアイシャドウで目尻側のまぶたの上に塗ってます。濃いやつを、これを塗ることによってアイシャドウが綺麗に見えます。アイシャドウおしまいです。そしたらマスカラをお願いしてもいいですか。アイミはここまでそのなんだろう、 AT ぐらい濃いメイクするの？いつぶり？こんぐらいまではしてないけど、エッグ入った一昨年ぐらいはなんか自分でもちょっと濃いなって思ってたかも。いろんなの塗りたくってた。それぐらいが調子いいでしょ。なんかいきなりゴールドらしく痛くなってきた。次はアイラインを引いていきます。その最後に仕上げるので、つけまつけてからアイライン完成させるので、とりあえず途中まで描きます。OK です。次、眉毛描いていきます。エリピア絶賛ダイエット中なんですけれど、はい、先輩からのアドバイスなんかありますか？欲しいですね。痩せれば可愛くなると思えば。いけますか？いけます。あとは筋トレとかは、もし自分家でやるなら、テレビ見てる時とか音ガンガンにして曲に合わせてやってる。あー、曲に合わせてリズムよくみたいな感じで。黙んないで。今眉毛の形どうしようかなって考えてたの。今どう修正すればいけるかなって。じゃあちょっと濃くします。濃くってちょっと太くします。そしたら眉毛終わったのでノーズシャドウいきたいと思います。どうやったら自分と同じ顔になると思う？やっぱ目じゃないですか。目でちょっと勝負するしかないなっていう。唇なんてもう多分違うに違うもんね。エッチな唇してるもんね。唇してる。シュペです。ハイライトです。これはすごい。このまま放置よ。しなちなみに一旦放置で。じゃあ次、チークやっていきます。オレンジです。濃くつけるの好きじゃなくて薄付きで。つけまはあのローリーウィンクの2番の翼ちゃんのつけまを使ってます。これを一気にそのまま2枚重ねて使ってます。かなり漏れだよねこれ。超漏れる。すでにむずいよ。ピンセット初心者だよ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。うん、本当に。めっちゃあるよ。そしたらアイラインの続きを描きます。わ、自分の目の形と全然違うから、なんかすごいわ。なんか人ってすごいですね。そしたらじゃあちょっとアイライト流そう。めっちゃギャルだよ今。最後かな、これで下のやつやっていきます。次は涙袋の白いところやっていきます。いや、でも普通に似合うよ多分。白い涙袋の上にパウダーをのせていきます。そしたら影を描いてリップを塗っておしまいです。
これなんか怖いんだけど、このニヤリニヤリがニヤリ。はい、化粧が終わりました。完成しました。どうですか、似てますか。え、兄弟っぽい。なんか、うん、雰囲気はめっちゃ仲良しみたいな。恋は確かに仲良しみたいな。どうぞ見てください。すごい、エリピメイクだ。完全にエリピでしょ。てな感じで、このままスコーピオンを踊りたいと思います。これで踊るのがすごい。はい、2人でブラックコーデをしたので、早速スコーピオンの方踊っていきたいと思います。できてたかな。ちょっと間違えちゃったんですけど、まあ温かい目で見てくれたら嬉しいです。じゃあお願いします。はい、ということで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。以上、あゆみとえりぴでした。バイバーイ。